履歴書とエントリーシート書いてもらって東進に合格してみようと思います。東進の英語講師になりたい。志望する方は自己 PR を充実させ自分自身の強みをアピールすることが重要。はい、始まりました、モテツチャンネルです。さあ今回なんですけども、どうもですね、エントリーシートがチャット GPT のせいでですもはや意味をなさないみたいな状態になっているということで、じゃあ今回はチャット GPT に履歴書とエントリーシート書いてもらって東進に合格してみようと思います。ということで、東進合格するためのエントリーシートをチャット GPT に書いてもらってね、ちょっと合格を目指そうと思います。だから英語でしか使ったことないんだけど、日本語で使うのってどうしたらいいの、チャット GPT って。聞いてみるか。ちょっと初めて日本語で質問書いてみました。なっげー、待ち時間長い。英語だといつもすぐ答えてんだけど、日本語だとこんな長いの。あ、来た。チャット GPT は多言語に対応しており、日本語でも利用することができます。利用方法は英語版と同様です。ただし会話内容は日本語で行われます。 OpenAI の API にアクセスする必要があり、つまり日本語で書けばいいってだけか。じゃあここに日本語で質問すればいいということなんで、じゃあまず東進ハイスクールの講師になるにはどうすればいいですかと。じゃあちょっと聞いてみましょう。やっぱ時間かかるね、調べるのに。東進ハイスクールの講師になるには以下のようなステップが必要です。お、何 ?1、志望動機を明確にする。東進ハイスクールの採用に応募する前に、なぜ東進ハイスクールの講師になりたいのか、自分が持っているスキルや経験をどのように活かせるのかを明確にすることが必要です。応募、東進ハイスクールの採用情報ページから、講師採用に関する募集要項を確認し、応募することができます。あんのかな、そんなの。書類選考に通過するために、履歴書や職務経歴書を丁寧に作成し、自分の経歴や能力をアピールすることが大切です。面接、書類選考に通過した場合、面接が実施されます。面接では志望動機や自己 PR、 教育に関する考え方について質問されることがあります。また授業の模擬授業や作文などの課題が課される。作文、採用決定、面接に通過したら最終的な採用決定が行われます。採用された場合は東進ハイスクールの講師として指導力の向上や授業の改善に努めていくことが求められます。なお東進ハイスクールには講師になるための資格や経験を求めているわけではありません。人柄や熱意、教育に対する情熱が大切になりますので、志望する方は自己 PR を充実させ自分自身の強みをアピールすることがはあ、なるほどね。まあ、模擬授業はありますね。ちなみに、まあ、社長が OK すれば入れます。社長がダメと言えば入れません。じゃあ、その自己 PR するための、そのためのエントリーシートを書いてください。書いてもらいましょう。書いてくれるかな？エントリーシート。エントリーシートを書くことはできません、だって。ただ一般的なエントリーシートの書き方についてアドバイスさせていただきますって。ああ、やっぱエントリーシートダメなんだね。じゃあちょっと自己 PR 書類を書いてくださいと。大学、言語学、トイック、満点、100回、東進の英語講師になりたい。アメリカとカナダに留学したと。日本の英語教育を変えたい。お、書いてくれる。東進の英語講師になりたい。私は英語教育の分野で活躍することを夢見ており、東進の英語講師になることを強く希望しています。慶應義塾大学英米文学専攻を卒業後、東京大学言語学に、研究科書いておけばよかったな。進学し、英語教育に関する幅広い知識と専門性を身につけました。トイック満点106回。トイックスコアは自己最高スコアの1060点まで。英語を使ったコミュニケーションに自信を持っています。アメリカとカナダに留学し、英語を使った生活や学習にも取り組んできました。海外での経験を通じて、英語の重要性とともに日本語教育の問題点にも気づき、それを改善したいと強く思うようになりました。英語の教育を変えたい。
私は日本の英語教育を変えることができる存在になりたいと考えています。英語を上達させるためには、ただ単に単語や文法を暗記するだけではなく、実際に英語を使ってコミュニケーションを取り楽しむことが重要だと思います。私は日常会話からビジネスシーンまで英語学習に必要なスキルや知識を幅広く身につけています。また質問に対する答えを提示するだけでなく、生徒が自分で考え自分で学ぶ力を育てるような指導を心がけています。以上が自己 PR 書類の例です。志望動機や自己アピール、教務経歴など具体的に自分の強みをアピールしましょう。また自分が当心の英語講師になることで何を目指すのか、どのような貢献したいのかを明確に示すことが大切です。なるほど。ちょっとコネがあるからね、当心ハイスクールのちょっと英語講師について聞いてみましょうか。英語講師はどんな人がいますかって聞いてみようか。はい、当心ハイスクールの英語講師どんな人がいるんでしょうね。どんな人、あ、そうか、特徴が出てきちゃった。1、高い英語力とコミュニケーション能力。当心ハイスクールの英語講師は英語教育を見て生徒とのコミュニケーションが非常に重要とされています。そのため英語に堪能で自由に英語で話せるだけでなく、生徒と良好なコミュニケーションを取れる能力が求められます。大学での英語学習経験と海外留学経験。当心ハイスクールの英語講師の多くは大学での英語学習経験や海外留学経験を持っています。これは英語に関する知識や技能だけでなく、異文化理解や国際感覚を身につけ、生徒に対する英語教育の質の向上とつながると考えられています。映像授業なんですけどね。生徒に対する熱意と教育への情熱。当心ハイスクールの英語講師は生徒に対して熱心に教育に取り組み、生徒の学力向上につながるように努めています。そのため教育に対する情熱や意欲が高く、教育に関する研究や習得にも熱心であることが求められます。カリキュラムやテキストに基づいた指導力。当心ハイスクールの英語講師はカリキュラムやテキストに基づいた指導力が求められます。教材を適切に解説し、生徒がより効果的に英語力を向上できるように指導することが求められます。カリキュラムやテキストね、自分で作ることが結構あると思いますけど。チームワークと協調性。当心ハイスクールの英語講師は講師同士やスタッフと協力して生徒の英語力向上に貢献することが求められます。そのためチームワークや協調性が高く、コミュニケーション能力が備わっていることが望まましいです。なるほど。備わってないと僕みたいになっちゃうよね。ちょっと誰がいますかにしてみましょう。具体的になんていう講師が出てくるでしょう。現在多数の講師が在籍しています。いないんですけど、そんなに。ウェブサイトには講師陣紹介のページがあり、それぞれの講師のプロフィール、経歴、指導歴などが掲載されています。指導歴はあんま書いてないよ。それぞれ得意分野や専門分野があり、生徒ニーズに合わせて適切な講師をアサインすることができます。英語講師には英語教育に豊富な経験を持つネイティブスピーカーの講師や1個しかいないけどね、日本人講師も含まれています。また都市内スクールの講師には英語のみならず、数学、国語、理科、社会、地理、歴史。地理歴史は社会だぞ。幅広い教科の専門家も在籍しており、多様なニーズに対応することができる。誰、名前を言ってくれないんだね。ちょっと名前聞きます。もう講師の名前を教えてくださいと。さあ誰の名前が出てくるかな。当心ハイスクールに在籍する講師の名前は公表されていないため、私は具体的な講師名を提供することはできません。いや、公表されてますけど。ただし当心ハイスクールのウェブサイトには講師陣の紹介ページがあり、それぞれの、もうさっきのやつな、はいはい、同じ。当心ハイスクールのキャンパスに足を運んで直接講師とお話しすることをお勧めします。いません。それぞれの校舎にはいません。映像授業ですから。これで受かれるかな。無理でしょう。そもそも森田哲也で出てくるの。チャット GPT 修正されてるかな。前全然違ったんだよね。森田哲也氏は日本の脚本家、小説家、映画監督、劇作家です。1967年に生まれ、大阪府出身です。せやで。代表作に映画4月物語、24の瞳、ドラマ相棒、ルーキーズ。え、俺相棒やルーキーズに出てたの。また小説や戯曲の執筆も行っており、僕のおじさんや12人の死にたい子供たちなどが知られて、知らんわそんなの。だそうです。はい。私はそんな感じだそうです。まあちょっとチャット GPT では当心に受かることはできないですね。はい。ってことはよくわかった。さらば青春の光の森田哲也の感じにしてみようか。さらばの方にしたらさ、日本の脳科学者、神経科学者、東京大学教授、1967年、あれ、さっきも1967年じゃなかった？生まれ福岡県出身です。主に
視覚認知や神経回路の研究を行っており、多くの業績を残しています。また著者やメディア出演などでも知られており、広く一般にもその名が知られています。はい、ということでですね、チャット GPT はですね、英語はすごいんですよ。まあいつも使ってますけど、日本語の方はまだまだ情報が少ないってことなんだと思います。はい、これで投信講師にはなれません。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.